さよならは避けることできない、もう目を開けることもままならないという歌詞です。とてもとても、まあ、悲しい書き出しです。でも悲しいだけでは終わらないので楽しみにしていてください。そのさよならがくれる、なんだろう、たくさんのたくさんの気持ちを歌にしていこうと思います。この続きも楽しみにしていてください。毎日曲作りしております小山純一です。ストリートライブで知ってくれた方もいるでしょう。ね、フリーライブで僕のことを知ってくれた方もいるでしょう。一緒にこれからね、ずっとずっと長く音楽一緒に楽しんでいきましょう。最高にね、本当に感動できる音を、常々に求めて、お届けしていきます。きっときっと喜んでくれると思いますんで、見てみてください。たくさん聴いてみてください。 CD もね、10枚出てますから、ぜひ、たくさんたくさん聴いてください。絶対ね、喜んでもらえると思います。ではでは、まあ、この曲、書き始めましたが、もう本当に短いショートストーリーですので、あっという間に完成しちゃうと思うんですけど、これもまたね、いい曲ですよ。楽しみにしていてください。では、もうね、あと約2ヶ月に迫りました。10月の7日、横浜オーサイトワンマンライブです。もう最高に楽しむ準備を日々、積んでおります。いろんなね、難しいこともあるよ。大変なこともあるよ。全部一人でやってるから。だけど、それが全部報われて、もっともっとハッピーな方に行こうと思える日が10月の7日です。1年間いろいろ積み上げてきた、たくさんたくさん失敗して、悔しくて、苦しくて、そんなことも全部、なんだろう、その日にこう置いて帰れるような素敵な日です。僕はものすごく楽しみにしています。それは一人じゃできません。みんながいてくれるからできるんです。なので、10月の7日、もう1年間たくさんたくさんあったことを全部その日に置いていける素敵なライブにします。みんなの中にも嫌なこととか苦しいこと、しんどいことあった人もいると思う。そういうのが全部吹っ飛ぶような、最高に素敵な時間にしたいなと思いますので、10月の7日、横浜オーサイト、ぜひぜひ遊びにいらしてください。よろしくお願いします。ね、お友達招待しますから、ぜひ来てください。よろしくお願いします。では、またね、会場でお会いできることを楽しみにしております。小山純一でした。